にちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は寮に入れれば子供は変わるのかという話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。で、こういった仕事をしているとですね、日々たくさんの、相談が来るわけです。本日も、お父さんお母さんからですね、ある相談をいただきました。まず最初にね、こちらの相談内容を読んでいきたいと思います。少しね長いです。息子を父親と折りが合わず寮に入れようか検討しています。中学受験をしなかったのにさせられた。サッカーをやめたかったのになかなかやめさせてくれなかったといつまでも根に持っている息子です。成績も落ち、覇気がない。顔つきで夏休みもダラダラと一日中ゲームをしています。食事中もヘッドホンを外さず旅行に行ってもつまらなさそうで一人宿に帰ってゲームをしています。イライラが募った主人と衝突し、そんなに好きなことがしたいなら義務教育が終わったら働けという話になり、本人も家を出たいと言い出しました。夫婦仲も良く、娘とは関係が良好で、こんな幸せな環境に息子は何が不満なのか分かりません。そこで一旦離れて生活してみようかと、寮のある高校や寮のある中学に転校させてみようかと資料を集めています。この状況で親との距離を置くための寮のある学校への転校、高校からの進学はいかがでしょうか。こんな相談をいただきました。今回の相談者の方というのは、お子さんが少しね、父親に反発し始めていてですね、問題行動を起こし始めている状態です。で、この状態で、お母さんが考えた方法が、とりあえず寮に入れてですね、ちょっと距離を取ろうっていう発想なんですね。で、これで変わるのかどうかっていうような、そんな相談です。でね、もし今回ね、この動画を見てるあなた自身のお子さんが同じように何か問題行動を起こしていて、将来的に寮の、生活にね、させようと思っているのであれば、本日の動画、必ずチェックしてみてください。寮に入れたら子供がどうなるのかっていうね、そんな大事な部分が分かると思いますので、お子さんのね、明るい未来、作れるかと思います。はい、まず最初にですね、まずは謝罪することが最初のステップという話から始めていきたいと思います。今回のね、相談者の場合、いろんなね、状況をこうね、理解していく、いろいろ考えていくとですね、最初にやるべきことは実は寮に入れることじゃないんですね。こちら何かというと、お父さんから子供に謝るってこと、これが実は一番大事になります。幸いなことにですね、今回夫婦関係が良好というふうに書いてあるので、多分お母さんからこの話をきちんとお父さんに伝えれば、お父さん謝罪してくれるかなと思います。で、なんで謝罪が大事なのかというとですね、これ過去に僕が上げた動画いろいろ 見返してみていただくと分かると思うんですけど、もう子供にとってですね、一番やってほしくない子育ては過干渉の子育てなんです。ですね、今回の相談読んでいくと、子供がですね、無理に中学受験をさせられたとか、あとはね、やめたいと言っていたサッカーの部活ですね、こちらを無理やり続けさせられたっていう風に書いてありますよね。これに根に持っていると。いわゆるこれっていうのは過干渉の子育てなんです。だから、それに対して子供が恨みとか根に持つっていうのはもう当たり前なんですね。で、そこに部分をまずはお父さんからきちんと謝る。これが実は最初のステップになります。で、これをしていない段階で寮に入れたところで子供の問題行動は解決しませんので、このあたりちょっと注意してください。はい、次に、子供が望むなら寮生活も OK という話をしていきたいと思います。こういったね、最初に謝罪をするとどうなるか、おそらくですね、僕の経験上、お父さんがね、真剣に子供に謝ったら子供はまず変わってくると思います。で、変わってくるとどうなるかっていうと、例えば今回のね、相談に書いてあったような、ずっとね、部屋でなんか、イヤホンを聞いてね、親との会話を遮断するとか、そういったこともなくなってくると思うんですね。で、そうすると親子の会話っていうのが自然に生まれてくる結果、家から出ようっていう発想も多分なくなってくると思います。ただ、本当にね、その怒りとか恨みが深い場合は、親がどれだけ謝ってももう子供が許さないってケースもあります。で、その状態で子供がもう家を出たいというんだったら、そこで寮に、入れるっていうのは全然問題ありません。やっぱりね、ちょっと親と距離を取ってね、生活することで子供の価値観も変わってくるので、これは一つ方法としてありだと思います。で、この時に一つだけ注意していただきたいのは、寮に行ったからといってもうほったらかしにするっていうのは絶対にやめてください。そうじゃなくてですね、定期的にお父さんお母さんからね、頑張ってるかって手紙を書いてあげたりとか、LINE を入れてあげたりとか、あとはなんかね、ご飯とかをちょっとね、
ご飯とか買ってきてそれを送ってあげたりとか、あとはね、家に帰ってきた時、まあ年間にね、2回か3回ぐらい帰ってくる機会ありますよね。もうその時にね、本当にね、歓迎ムードで迎えてあげて、もうその時はね、もう子供の要求をできる限り聞いてあげるとか、やっぱそういったことをしていかないといけないですね。でそういうことをしていかないと、結局子供っていうのはね、親に見捨てられたっていう感覚になってしまうので、ここだけは一つ注意するようにしてください。はい、次に寮に入れるだけで解決するものではないという話をしていきます。まあ、今回のね、最初にお伝えした2つのポイントのね、ちょっと総まとめ的な話になるんですが、まあ、今回の相談者の方はね、こう寮に入れたら解決するのかなっていうのは多分気持ちで僕に相談くださったのかと思うんですけど、もうこれはね、大きな勘違いです。寮に入れたから子供が変わるものではないんですね。で子供っていうのは結局、信頼できる人と出会うことで変わるんです。だからたまたま寮に行ったらですよ、そこに寮にものすごく信頼できる先生とか、寮長監督とかがいたら、そこでちょっと子供は変わるかもしれません。でもそれで変わったとしても、家に帰ってきてですね、お父さんお母さんが今まで通りの過干渉の子育てをしていたら、子供はまた元に戻ります。これはね、高校の寮だけじゃなくて、なんかね、例えば少年院とか、なんかそういう鑑別所とかいう、そういう施設でも全く同じですね。結局、親が変わってない限り、子供が変わることはありません。なので、まあね、寮に入れるっていうのは一つの選択肢としてはありですが、やっぱりですね、最終的にはお父さんお母さんたちがしっかり子供にね、への向き合い方を変えてあげる。これがものすごく大事になるかと思います。まあ具体的なね、子供への接し方については、私が無料で配信している思春期の子育て講座、こちらね、右上のところから詳細確認できます。こちらをね、見ていただくと具体的なステップわかると思うので、こちらも参考にしていただければと思います。あとですね、まあ今回はね、高校からこの寮にね、入れるっていう発想になっていますが、例えば子供が何かね、問題行動を起こしていて、もう一時的にちょっと離れたいっていう場合、なんか全寮制のフリースクールに入れたりとかもね、することもあると思います。でこの時にどんなフリースクールに入れたらいいかわからないって方も結構いるんですね。でこういった時はぜひね、私にですね、まあ、メールか LINE か、まあ、YouTube のコメント欄かね、何でもいいので連絡いただければと思います。本当にね、全寮制の学校ってね、ピンからキリまでありますので、まあ、今の時点でね、私が一番信頼できる全寮制フリースクールをね、紹介もできますので、まあ、変なところに入れてね、子供が心に傷を負ってしまう前に一度相談していただけるといいかと思います。